人で何してんの？ん？よう、アスナにシノ。何か買い物？いや、適当にブラブラしていただけだよ。そっちは？消耗品の買い足し。まだ始めたばかりのゲームだから贅沢はできないけど。ポーション一つでも買おうかどうか迷っちゃうよね。ねえ、せっかくだから三人でお店を回らない？邪魔しちゃってもいいのか？もちろんよ。エスコートしてくれる人がいれば、買い物の合間の食事とかいろいろ期待しちゃうじゃない？まあ、おやつ程度のものなら俺持ちでも。冗談。でも来てくれた方が穴場の店やアイテムの有用性を聞けるから、そういう点を期待しちゃうのは本当。なあ、それならいくらでも聞いてもらっても大丈夫だよ。それじゃあ行こっか。次はこのお店を覗いてみようか。へえ、いい雰囲気じゃない。何？どうしたの？消耗品を買いに来たんじゃ。この店はアクセサリーショップなんですけど。ほら、アクセサリーショップにポーションとか売ってないかなって。絶対ないって。まあまあ、女子の買い物に付き合ったのが運のつき。おとなしくついてくるしかないのよ。幸いですか。わー、このペンダントのデザインいいな。ステータスの内容次第では買っちゃうかも。ステータスを気にするなら、プレイヤー売りのフル装備を買った方が良くないか？そうなんだけど、そうじゃなくて、数値だけじゃないんだよ、装備って。ステータス次第って言うから提案したのに。ねえねえ、せっかくだからブブのお店も覗いていかない？あ、はいはい、仰せのままに。後ろに置いてある武器見せてもらってもいいかしら？はいよ、じっくり見てってくれ。使いこなすには微妙にステータスが足りないわね。あそこに置いてあるやつならちょうどいいんじゃないか？なあ、あれを見せてくれ。これかい？ほらよ。ほんと悪くないわね。アスナの方はどうだ？え？ああ、どうした？このお店何か引っかかるんだけど、それが何なのかわからなくて。ねえ、どうせだから他の武器屋も覗いてみない？他の武器屋って？ほら、女の人が店員さんのお店があったと思うんだけど。女の店員？
状態。何よ、違和感って。このお店、前は女の店員さんだったの。ああ、そういえばそうだった。それって働いてる NPC が変わったってこと？ NPC にもシフトとかあるのかしら？そんな話聞いたこともないぞ。じゃあなんで変わったんだろう。普通に考えれば NPC が変わるイベントが発生したっていうのが可能性として高いけど、そんなイベントは聞いたこともないし、NPC が変わったことにゲーム的な意味を感じない。この無意味な変化は一体何なんだ？さあ、ここから先が新しいフィールドだ。 SAO で新しい層に足を踏み入れた時もこんな風に嬉しい気持ちになりました。一歩ずつ確実に進んでいるって実感できたよね。さてと、 SAO だと第二層は森と草原のエリアだったけど、森や草原とはほど遠いわよね。前の場所が馴染み深いところだっただけに意表をつかれたな。とはいえ未知のフィールドは大歓迎だ。どんなゲームでも新フィールドってのはテンションが上がっちまう。ちなみに SAO の第2層はどんなところだったんですか？緑が多いエリアで牛のモンスターがやたらと多かったよな。街で売られている食い物とかも乳製品とかが多かったよ。へえ。けどどうやらここは全くの別フィールドみたいだからな。俺たちもリーファッチと同じく一から攻略し直しだ。植物が鬱蒼としていて周りを見渡すことができないね。深い森がコンセプトになっているっぽいな。それだけじゃないみたいだよ。ほら向こう。ん？あれって沼？あ、見て見て、向こうにも沼があるよ。森と沼地が広がるフィールドか。沼地か。足を踏み入れたら体力が減るっていうのがお約束よね。それは毒の沼地ですね。他にもぐちょぐちょした生き物が生息していたり、ゲームに出てくる沼にはいいイメージがないです。確かにな。俺は沼といえば底なし沼をイメージするよ。底なし沼、それもかなり嫌だよね。普通のモニターに映し出すゲームならともかく、 VR での底なし沼は相当に恐怖を感じるんじゃないか。実際に体験しているような感覚になるでしょうからね。うへぇ、
沼には気をつけて進まねえとな。とは言ったものの、周りは木に囲まれてっから、どっちに向かえばいいんだか。周りの木が邪魔でよく見えねえぞ。我慢して進むしかないよ。で、ユキ、リファ。上ばっか見てたら沼に踏み込んじゃった。どうしよう、体が沈んでいくよ。落ち着けリーファ、暴れるともっと沈みやすくなるぞ。でもこのままじゃ沼に飲み込まれちゃう。何かロープみたいなアイテムってない？ロープ、そうだ、前にクエストで手に入れたふんどしならある。それは絶対やだ。大丈夫だ、使ったことはないからよ。それでも躊躇しちゃうよ。そんなこと言っている間にどんどん体が沈んでいくぞ。ふんどしを掴むしかないよ。で、あれ？どうした、ユキ？この沼、普通に足がつくんだけど。え？底なし沼じゃないの？もう、あんたが底なし沼の話をするからそうなのかと思っちゃったじゃない。はい、俺もそう思ってしまいました。でも二人が無事で本当に良かったよ。これからは足元に気をつけて進んでいこうな。丸く収めようとしてるのがものすごく伝わってくるわね。ちょっと、まだ私たち沼から抜け出せていないんですけど。勝手に話を終わらせないで早く手を貸してよ。Thank you.
ゃ。
るな。どうかした？最高だ。いいぞ。どうかした？回復する。ごめん。これで決める。
るな。うん、わかった。HP 半減。
話せるか？よう、アルゴ。何か新しいネタでも仕入れてきたのか？まあな。とはいえ、いい話じゃないんだ。構わないよ。聞かせてくれ。どこから話すかな。まず、ブルーカーソルの話は知っているか？このゲームに実装されている新しいルール、非戦闘状態である NPC への攻撃を行った場合、そのプレイヤーはブルーカーソルになる、だったよな。プレイヤーがプレイヤーを攻撃することで発生するオレンジカーソルがあるが、それと同様だ。カーソルの色が変わってペナルティが課せられるのもオレンジと同じだったな。ペナルティの内容については知っているか？もちろんだ。戦闘可能な NPC や非アクティブのモンスターからも常に攻撃対象として狙われ続けるだろ。かなり厳しいペナルティってわけだ。なんせ大抵の町や村には入り口や中に衛兵 NPC が立っているんだ。近づいただけで袋叩きにされるよ。このゲームの戦闘可能な NPC ってものすごい高ステータスなんだろ。ああ、早い話が単独プレイヤーはどうあがいても勝てるようにはなっていないんだ。非道徳的な行為はどこの VRMMO も基本的にご法度だが、オリジンはそれがより顕著ってことだな。加えてブルーカーソル相手に他のプレイヤーが攻撃をしてもペナルティは課せられない。そこはオレンジプレイヤーと同じなのか。つまり通常プレイヤーからも襲われるリスクがあるわけで、これはもうまともにゲームを続けられなくなる状態だ。それでいい話じゃないっていうのはブルーカーソルのことじゃないんだろ。まあ、多少関係してるから話したまでで、本番はここからだ。これだけの保護をされている NPC だが、もしその NPC の体力が尽きたらどうなるか知っているか？それは一定時間後に元の位置にリポップするんじゃないのか。一般的なゲームはな。一般的ってしないんだよ。このゲームではいくら待っても NPC が復活することはないんだ。正式には元の NPC が復活しないというのが正しいがな。それはどういう意味だ？言葉のままだ。前の NPC は消えて全く別キャラの NPC がポップするのさ。いなくなった NPC の代わりを補填するかのようにな。つまり全ての NPC がユニーク設定されてるんだ。その話に興味を持って実際どこまでそうなのかを試すプレイヤーまで出てきているんだ。試すって、まさか意図的に NPC を手にかけるってことか？もっとも、そんなことをしたらブルーカーソルになるから気軽に NPC 殺しを行うプレイヤーは少ないけど、見返りの経験値が多いだの、レアアイテムが手に入るだの、
噂につられて NPC に手を出すやつも後を絶たない。いや、でもそんな噂なんて。ああ、まずデタラメだろうな。実際に報酬を手にしたプレイヤーを見たことはないし、そもそも噂の内容に信憑性がない。でもそれを信じて NPC に手を出すプレイヤーもいる。そういうことだ。あ、もしかして武器屋の店員が変わったのは。女性 NPC だったあの武器屋だろ。あの武器屋では店員をフィールドに連れ出せるクエストがあるんだ。なんで NPC が変わったのか、しばらく理由がつかめなかったけどな。なぜ元のキャラがリポップしないんだ。わからない。そういうゲームなのか、それとも他に原因があるのか。どちらにしても NPC にとってここは死んだら元に戻ることのないデスゲームそのものだ。 NPC にとってデスゲームそのもの。それで今プレミアはどこにいるんだ。一緒じゃないんだよな。ああ、そうだけど。だったら俺っちも手伝うから急いで探すぞ。探すってなんで。いや、そういうことか。プレミアもフィールドに連れ出せる NPC だ。手分けした方がいいな。俺っちは向こうの区画を探してみるよ。頼む。プレミア、アスナたちとも一緒じゃないみたいだし。プレミアがよくいる場所といったら、あとはショップが並ぶエリアか。くそ、ここにもいないか。おーい、ハルゴ。プレミアの情報をつかんだぞ。どこぞのプレイヤーと一緒にフィールドに出たみたいだ。フィールドに。急ごう、まだそんなに時間は経ってない。よし、わかった。ほら、おとなしくしてろっての。聞こえたか。この先だ。このプレミア。なんだよ、誰だお前。その子は非戦闘タイプの NPC だ。彼女を攻撃してどうするつもりなんだ。どうするって実験だよ。このゲーム、NPC がリポップするとき、キャラが変わるって知ってるか？その NPC、ステータスもおかしいし、クエスト報酬もしょっぱいだろ？リポップさせたら治るんじゃないかと思ってよ。そいつは随分と手荒い方法だな。おいおい、あくまでリポップさせるだけだって。ところで、ブルーカーソルになったようだが、平気なのか？あ？ブルーカーソルっていうのがこれ。そいつを切りつけたらカーソルが変わったんだけど、そういうことか。なんだ、知らないのか。チュートリアルはちゃんと見ておくべきだったな。
どういうことだよ。なんだ。ブルーカーソルになったプレイヤーはペナルティとして常にモンスターから攻撃対象として狙われるんです。なんだよそれ、冗談じゃねえぞ。ちなみに街に逃げようとしても衛兵 NPC に狙われるから行かない方がいいぞ。今のところモンスターのいないダンジョンに逃げるのが唯一の得策だ。今回は情報量をタダにしといてやるから、さっさと失せな。くそ、意味わかんねえよ。なんだよブルーカーソルってよ。プレミア大丈夫か。はい、大丈夫です。NPC がリポップしないと聞いて試そうとするプレイヤーは他にもきっといる。プレミアにだってまた今回と同じことが起きる可能性は十分にあるんだ。だからといってクエストでプレイヤーについていくなというのはただの俺のエゴになってしまう。どうしましたか？プレミア、聞いてほしいんだ。はい。君に火がなくても今回のように襲ってくる人がいる。私に火がなくてもですか？なぜだか教えてもらえますか？俺には君を傷つけようとする人たちの気持ちはわからない。そしてそれを止める手立ても今のところはないんだ。そうなのですか。けど君が傷つけられるのは、俺は、だから、君のことは俺が守る。つまり、心配？え？私を心配してくれていますか？そういうことだよ。そうですか。人にはあなたのように心配してくれる人もいれば襲ってくるような人もいるのですね。わかりました。では守られることにします。任せてくれプレミア。